希望を武器に絶望と戦え、世界レベルの日本のコンテンツを作る。で、立ち上がった一大プロジェクト、今あの国のアリス。この作品を見るためにネットフリックスに加入しても OK です。人生をかけた戦い、精神をかけた戦い、人をです、極限の状態まで追い込まれた人間がどう選択していくのか。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、ネットフリックスドラマ今あの国のアリス、こちらを紹介していきたいと思います。この作品を見たきっかけが3つあります。まず1つ目、山崎賢人さんの大ファン、若手俳優の中では演技力がむちゃくちゃいい。続いて2つ目、デスゲーム大好き。まあ、こう言えばですね、お前最後かよって思うんですけども、人生をかけた戦い、精神をかけた戦い、人をです、極限の状態まで追い込まれた人間がどう選択していくのか、とてもね、やっぱ感情動かされるジャンルなんですよね。そして3つ目、ネットフリックスドラマだから、監督なんですけども、今回初めてネットフリックスで作ったオリジナルドラマ1本目を見たんですけども、話は聞いてたんですよね。やっべえなと思いました。そういったところも含めてこの3つの理由で見ました。原作は漫画本となっております。麻生ハロさんという方が2006年から約6年間かけて描いてきた作品です。で、監督なんですが、このドラマ版を見てからもうむちゃくちゃ感銘を受けまして、漫画全18巻レンタルして今見た状態で動画を撮っております。あとはですね、2013年にアニメ化されております。アニメ化といっても地上波とかで放送されたのではなく、単行本にセットとして含まれたもので、今回のネットフリックスドラマでいうと4話までがアニメ化されているというわけですね。そして2020年12月10日、ネットフリックスで全8話配信開始されました。約1話40分で、全部見ると400分。まあ、400分の極上のエンターテインメント体験でした。監督は佐藤慎介監督、実写版ガッツ、やべえ、アイアムヒーロー、すげえ、犬屋敷、やべえなっていうね、欲しいものがちゃんと描いてくれる監督さんという印象です。今回の今の国のアリスも、この監督だからこそ見たっていうのも一つありました。で、タイトルなんですが、タイトルの後にアリスとつきますが、こちらアリス良平というですね、主人公の名前から取られております。ちなみに皆さんご存知かと思いますが、不思議の国のアリスというですね、作品から土屋太鳳さん演じるウサギとか、あとトランプの絵柄もね、結構重要な要素として関わってきます。今回の主人公アリス良平はですね、家が超エリート、弟もむちゃくちゃできるやつ、そのプレッシャーに耐えきれずゲーム廃人です。勉強とかから逃れて友達2人とですね、ワイワイぐちゃぐちゃくだらないことをしているのが大好きな主人公。あらすじはですね、まあ、渋谷駅でワイワイやってちょっとやらかしちゃって、3人でトイレの一室に逃げ込むんですよ。で、そこでドアを開けたら人がいないよ、渋谷駅あんなに人がいっぱいいたのに誰一人といませんよ、みたいな、そこから物語が始まっていきます。まあ、これ見た人はね、見た人はもうびっくりするんですけども、まあ、ちなみに監督はですね、渋谷駅、まあ、東京に一回も行ったことがない土産子です。なので、実際にどうなってるかわからないんですけども、調べたところ、渋谷駅前からトイレに行く道は、あれはですね、現実にあんな感じになっているそうです。誰一人もいなくなる。これどうやって撮ったかと言いますと、一人一人消していったではなく、栃木にロケセットを作りました。あと見たらわかるんですけども、背景はグリーンバックで覆われてるんですけども、小道具とかもちゃんと作り込まれてて、スクランブル交差点のところに車が何台も来て、玉突き事故とか起こるんですよ。これすげえなって思いましたね。ハリウッド映画を見ている感覚に落ちりました。ちなみにこのロケセットなんですけども、3本の映画で共同出資しております。1作品1億円ですよ。言ってしまえば3本で割り勘して撮影時期をずらして撮ったということです。ちなみになんですけども、漫画版だと夜に花火がピューンと上がってバーンってきたら人が消えるっていうパターンです。なおですね、この漫画版のレビューに関してはこの動画とは別にですね、出しますので、興味がある方はチャンネル登録してお待ちください。で、そこからですね、デスゲームが始まるわけなんですが、そのデスゲームの、まあ、ルールといいますか、共通ルールが、まず1つ、ビザ。ビザが切れると死にます。例えば、あと5日とか3日とか、だんだん1日ずつ減っていくんですよ。で、その当日になりますと、もう上からですね、バーンとされて、速攻で頭打ち抜かれて死にます。なので、もうどこに逃げても上から降ってくるんで、逃げようがないです。そして、そのレーザーから逃れるには、ビザを更新する必要があります。で、更新するには、ゲームをクリアすることが条件です。もちろん、デスゲームなんで、死ぬ可能性も十分あります。まあ、難しいゲームをクリアすればするほど、何日か生き延びられるということで、人間はですね、もうゲームに参加するしかない極限の状態に追い込まれていくわけです。こ
ここからはですね、監督個人的に思った興味を引いた部分をレビューしていきたいと思います。この辺からちょっとネタバレも含まれますので、この今の状態で見たいなと思う方はここで見てください、もしくは契約をしてください。もうすごいいいよ。漫画版とドラマ版なんですけども、まあ、冒頭が違うと先ほど言ったのですが、ゲームの種類やその出てくる順番等もちょい違います。ゲームなんですけども、ゲエムと表現されます。監督が大好きなガンツもですね、なんかもう逆文字になったりひらがな使ったりしてるんですけど、この辺がなんかすごい好きでしたね。あとゲームクリアしたら、コングラチュレーションってね、めちゃくちゃ明るい声で言うんですよね。そこがまた腹立つわーって。続きましてですね、ロケーション、他にですねトンネルロケーションを使ったゲームですとか、あとねゲーム会社ですね、結構夜帯が多いのかな、まあ、基本夜か、真っ暗な中でもう電光掲示板はゲームこことかね、ゲーム開始とかね、出てくるあのビジュアルがねすごいかっこいい。続きましてゲームルールが濃く、まあ、これはデスゲームジャンルどの作品にも言えるんですけども、こんなことさせるっていうね、ゲームルールが多々見受けられました。冒頭からこの中の一人しか生き残りませんとかね、おいマジかよ、それがね親友と一瞬でですね当たり前の日常がぶっ壊されます。ゲームなんですけども、最初にトランプが重要と言ったんですけども、4つのですね絵柄によって変わってきます。例えばハートはですね心のゲーム、一番難易度が高いゲームです。そしてスペードが体力、ダイヤが知能戦、まあ、頭脳を使ったゲーム、そしてクローバーがチーム戦ですね。監督何が得意かなと思ったんですけども、謎解きゲームとか絶対クリアしたら試しがないし、体力もないでしょ。まああとチーム戦、いやチーム戦もな、一応ね自主映画チームを作って何年かやってるんで、まあ、チーム戦かな、多分1ゲームで即死です。デスゲーム映画って結構たくさんあるかと思うんですけども、そのネットフリックス資金というわけで、もう一個一個のゲームがスケールがバカでかいよ。え、こんなに予算投じていいのっていうぐらいスケールがでかいです。なんかルールがわからないうちにスタートしてしまうデスゲーム映画って結構あると思うんですけども、この作品はルールをちゃんと説明した上で、もうしっかり時間をかけて描いてくれます。初心者でも楽しめる、死のゲームを楽しめるっていう表現もおかしいんですけども、楽しめるかと思います。あとその時間がある程度抑えられているということで、例えばこの人誰、足型っていうキャラクターが結構少ないと思います。ゲームがですね約1話に1つ完結できる感じで描かれておりますので、見やすさもとてもいいです。そしてですね、中盤あたりにですね、その会場、まあ、ビーチっていうもう人がむちゃくちゃいる場所にねたどり着いてしまうんですよ。でそこはねボスが仕切ったりとか、もう幹部がいたりして、その監督ガンツがめちゃくちゃ好きなんですけども、ガンツの大阪編に近い感じを受けました。チームが作られていたりとか、でここでそのトランプとかのゲームのその裏側がですね、チラッチョロッチョロッとその情報が明かされます。ちなみにビーチは全員水着着用しなければなりません。でこのね、なんとですね、このビーチがゲーム会場になってしまうんですよね。たくさんいる中でそこが一気にもうレーザーで出れないようになって、そこがゲーム会場になる展開はもうやべえなと思いました。ここで新たなたくさんのねビーチメンバーがいるんですけども、もうみんなねキャラが濃く、もう一人一人説明したいけども動画長くなるのでやめます。まあ、特にクイナっていうですねキャラクター、最初ねこいつ絶対すぐ死ぬだと思ったんですけども、強えわ。このクイナと入れ墨男が戦うシーンがあるんですけども、そこがめちゃくちゃいい。ロストっていう海外ドラマ見た人はわかるかと思うんですけども、各キャラクターそれぞれ回想シーンが含まれるんですよ。ロストみたいにしっかり長く描くっていうのはないんですけども、さらっとそのキャラクターの生きる目的がそれぞれ回想シーンで分かった状態で戦うバトル、もう熱くて画面かじりついてみました。悪役でもちょっとね心を動かされてしまうエピソードがあるんですよね。いやこんな熱い戦い日本でもできるんだって思いました。で本作なんですけども、まあ、ドラマという形態を取ってるので、最後のねエンディングがもう次気になるところで終わるんですよ。で調べてみますと全8話なんで一気見した方が結構続出したらしいです。それぐらい次が気になるんですよね。ちなみにこの作品シーズン2が制作決定しました。楽しみしかない。というわけでですね、監督原作漫画を読み終わっております。後半で結構メインとなるですね、チーム戦のバトルがあるのですが、そこでですね、全裸の男が出てくるんですよ。もうこのキャラクターがむちゃくちゃ好きです。まあ、全裸が好きとかじゃなくて、このキャラクターの生き方がね、なんかすげえなって。この全裸の男と主人公の有栖川良平が戦うんですけども、一つの目的に合わせて、ちょっと心がね、触れ合う瞬間とかがすげえ熱かったです。これをね、どう実写化していくのか、今後すげえ楽しみです。
はい、というわけでですね、締めに入りたいと思います。まあテーマはやっぱり生と死というわけでですね、もう人間の極限まで追い込まれた中でどう選択して理由をつけてどう選んでいくのか、どう信じるか裏切るか、そこに揺れ動く感情、すごい大切な恋人だったり親友を犠牲にしてまで生きれるのかというところをですね、ぐさぐさとやられました。みんな思うんですよね、なんでこんなゲームがあるんだって、誰が全てを仕切っているのか、どこに怒りをぶつければいいのかね、そういったね謎もねちょいちょいとね明かされながら物語が進んでいきます。常に地と隣り合わせの生活がこの今までの国の世界デスゲームを通じて関係者が変わったりですとかもあって、とても見どころ満載な作品となっております。今までの国のアリス、見終わった後いろんな情報を調べたところですね、ちょっと驚愕な真実が分かりましたのでお伝えしたいと思います。視聴回数に基づく国内トップ10に第1位を獲得しております。まあそりゃそうだなと思いますね。このクオリティ見ればわかります。そして韓国、フランス、ドイツ、イタリアなど全195カ国で配信されております。なおその中の40カ国でトップ10入りも果たしております。これがどんだけすごいかと言いますと、日本初の実写オリジナル作品では世界で最も視聴されたコンテンツというわけです。それが今の国のアリス、凄さお分かりいただけましたでしょうか。そんなわけでですね、この作品を見るためにネットフリックスに加入してもいいくらいめちゃくちゃおすすめできるドラマかと思います。ちなみに1個前にですね、ネットフリックス加入してみたっていうね動画がありますので、興味がある方どういったその契約内容やプランがあるのか、その動画も見ていただけますと幸いです。今の国とは別なんですが、同じくネットフリックスオリジナルドラマで佐藤慎介監督が70、80、90年代は知ってんのかな、悠々白書がですね、なんとこのネットフリックスドラマで制作されることが決定されました。やべえな。まあ、さすがにね、今の国みたいなスケール感は、いや、できんのか？いや、できたらマジでやばいことになるよ。日本のですね、1年間の民放テレビを全部足したドラマ資金と、ネットフリックス1本のドラマシリーズの制作費が、どっちが大きいかというと、ネットフリックスの方が圧倒的にでかいということが分かりました。まあ、監督もね、自主映画作ってるんで、予算があると、できることがめちゃくちゃ増えるんですよ。というわけで、もう正直、まあ、監督はあんまり日本のドラマ見ないんですけども、まあこれ出ちゃったらもう作品によって見るものもあるんですけども、一回面白いのになると見れないですよね。作品の完成度やクオリティが保証されているというネットフリックスドラマ、今後ですねもっともっと上がっていくのではないかと思いました。まあ正直監督もね、一時的になんか見たい作品があればネットフリックス契約しようかと思いましたが、まあこういうねでかい作品、 AI によって見たい視聴者のデータを基づいて脚本が作られて、しっかりとした予算が組み込まれて、オリジナル作品をですね徹底的にね、タブーとかも結構ねえげつない描写も出てくるんですけども、ネットフリックスは、まあ、地上波と比べてそういった制限がですねかなり廃されていますので、もう直球勝負ですね。今回の動画はこれで以上となります。冒頭にも言った通りですね、世界レベルの日本のコンテンツを作るという目標はですねもう達成されているでしょう。はい、というわけでですね、自分が大好きな映画やドラマや小説、おすすめな商品やガジェット等を紹介しております。本当にね、自分が心の底から思ったものを損得なしで伝えておりますので、興味がある方チャンネル登録をポチッとぜひご覧ください。監督ラボをこれからもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。はい、というですね、まあ他にもたくさんの名言を出したんですよ。なんていうか、もう全裸だからこそ全てを受け入れる、もう何も隠さない、例えばそのゲームでもし自分が負けて死んでしまったとしても後悔はない、そのゲームに立ち向かっていくそのかっこよさ、男気、男気とか関係ないか。